はい、今日は5月の28日夜8時35分を回りました現在の不敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い各所に強制を求めるとともに国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしておりますおなじみの赤い車、見張り版東大阪狼少年ならの狼親父の声今晩も届けてまいりましょう皆さんこんばんは さあ、東大阪どうも私が皆さんに連日広報しておりますように建物は立派な東大阪市役所しかしその中身は完全に不愛崩壊しているこのように枕で東大阪50万市民の皆さんにこの赤い車のスピーカーを通してどのようなことが起こっているか おかしな、な、な不思議な変な政治行政、ね、そしてこのコロナ感染全国において2年半なろうというのに私たちの身近にいるはずの政治家つまり本当の身近である市会議員の姿さらには市長の姿私たち市民には見えてまいりませんね。さあ 我々市民の前に見えないからといって、ね、この連中らは、亀が首を進めているような状況に、現在東大阪の38名の議員と野田市長の状況もそうではないかな。それはなぜかと言いますと、先月4月の、ね、10日から、テレビ新聞等が大々的に広報した、 学校給食を運ぶ車がなくなったということがテレビ新聞等で報道されたのですがその以後のことです今月の、ね、9日から3分の1だけ業務を行ってこの5月の23日ですか今週の月曜日から 全ての学校で学校給食を運ぶようになったこれ新聞ちょっとだけ小さな記事として書いてあったのですがさあ現場はどうでしょうかねまだ私は現場の情報を得ておりませんがこの学校給食の入札に大きな疑惑が発覚してきているわけなんですね。 この大きな疑惑というのは、私がね、大々的に東大阪の産業道路沿いに、ね、看板、コンパネ24枚に、その詳細をね、記して、市民の皆さんに目の留まるところ、そしてそこを通られる人たちが読んで、なんだこれはこんなことが行われているのかね、これを、 司法がほっとくはずがありませんに。それを張ったときに野田市長が私を民意欲損で訴えている。このような耳に届いているんですが、私としたら望むところなんですね現在の司法がこのようなことを調査しないのであればに、ね、わざわざ私を民意欲損で訴えてくれるんであれば、 手法に委ねることができます、ね、その前で公文書をもとにしてねこれそのおかしな不思議な変なことを証明することができるわけなんですねこれと同じように他に2つの完成談合だと疑われるような入札が行われたわけなんですね。 今年の1月の31日、東大阪にあります約550の自治会に配布される、届けられるね、市政委頼りに議会頼りですね、そして市の広報文ですね。これはすべて自治会を通して配布されるわけなんですね。ピラミッド型ですね。つまり 自治協議会というのがあって、これもね、またおかしいんですね。この市町村によって、その形態はね、同じようなもんではないかなと思うんですが、東大阪の場合ですと、約550の自治会があるわけなんですね。そして、その550箇所ある自治会の中から、ね、近隣自治会をまとめて、地区、地区ですね。 ここで連合会、連合自治会というのを作っていて、そして連合会長というのを決めるわけなんですね。つまり、6地区から10地区までの自治会を一つにまとめて、ね、何地区のね、自治会の連合会長というものを決めるわけなんですね。そして連合会長の、その全てが、 1>, 1ヶ月に1回会議を行うとしたら大変なことになりますから、でその連合会議会長の月に1回の会議、それを開くのに、またその連合会の会長の中にも、自治協議会というのを作っていて、そこでまた会長、副会長などを選任しているわけなんですね。 さあ、この自治会というのが、自治協議会の会長を筆頭に、ピラミッド型で、ね、ずっと550に分かれている。その各自治会において、自治会に加入している人たち、ね、普通に考えて、日本で住んでいて、そして日本人であれば、ね、 都内近所の共同という形で、さまざまなことを、その市町村で行われるね行政においても、ね、個人個人が、ね、一つの用事で決め事を役所に行って、一枚ずつして代よりももらうわけにきませんから、ね、その自治協議会を通して、また自治会に近隣で、ね、この、 順番で、班長というのを選任して、例えば10件、20件のところ、1班、2班、3班、4班と決めて、そこの班長を選任して、自治会に来た市政だよりなどは、その班長と言われる人たちに、その世帯数ですね、加入されている自治会の世帯数に対して、 市ただ、ね、このまた、ね、自治会の私生頼りや議会頼りの配布するにあたって、ね、この自治会の、ね、運営はどのような形で行われているのか、ね、普通、自治会の役員になられたことがない人たち班長。 されている人たちまでもおそらくこのちゃんとした会計の中身ですね。会計はどのようなものであってもその中身を知っている人が何人ぐらいおられるのか。ね、そのちくちくによってこの自治会の運営のあり方ですね。金を扱うことになるんですね。 どういうことかというと、皆さんのご存知のように、自治会費、その地区地区の自治会に介入するにあたっては、1ヶ月200円とか300円とかいう、ね、ほとんど、まあ300円のところは多いんじゃないかなと思うんですり、東大阪の場合ですと。ね、1ヶ月300円ですと、半年で1800円ですね。 年間にして3600円。1ヶ月200円として。それが自治会に加入している世帯から、自治会費として、班長さんが、ね、そのちくちく、例えば10件なら10件分を、ね、半月に1回集金して、あるいは1年分を集金して、ね、自治会の会計にそれを納める。ね。 さあ、この自治会の会費だけで、そのような配布される自治会の人たちが書類を作ったり、ね、いついっか、ね、ゲートボールやグランドゴルフの、ね、練習や、そしてカラオケ大会、囲碁大会、将棋大会、ね、そのようなものを開催します。そ、ね、それにはのの経費、自治会の、ね 会員の経費でそれが賄われる。さあ、この市政だよりなんですね。そして議会だより。これを配布してもらう。要するに、次治会が、ね、役員の人たちがそれを世帯数前に、枚数ですね。これがね、また東大阪の場合ですと、 あ23万世帯。ね。世帯数にして、約23万世帯あるわけなんですに、ね、人口は50万5000人ほどなんですが、世帯数が加入されている、これは自治体に、ね、自治会に加入されている人たち、ね、すべて、混ぜて、 入っていない人たちも混ぜて約23万世帯。それは当然一人暮らしの人の一世帯として勘定しますがね。23万世帯あって人口は50万5千人。さあ、この姿勢だよりを印刷しなければなりません二ということは、東大阪市民であれば、世帯に1枚ずつ。 一部でですす、ね、すを配布する基本はそうなんです、ね、ところが各自治体もバラバラなっているようなものですが自治会に加入されていないお宅には市政だよりや議会だよりが配布されないということを よくその自治会によって民にするわけなんですに、ね。つまり、自治会費も払っていないんだから、ね、自治会に加入されていないんだから、ね、市政代理も議会代理もその家には届けない。ね、ほとんどどうもそういう感じらしいんですね。しかしおかしいですねなぜおかしいかと言いますと、 市の行政としては、つまり、正確な世帯数の分だけ印刷しなければならないわけなんですね。23万世帯であれば23万枚。これを印刷して、当然、そのちくちく、ね、例えばこれですと、川田1丁目、2丁目、3丁目、4丁目。 ね、その中によって、自治会が、ね、ありますに、ね、そしてその自治会に加入している人の世帯には、そのちくちくの自治会に配布される市政だよりや議会だよりが班長を通して、ポストに投函されて、そして手渡しで、あるいは班長さんが回覧板などを持ってこられる。 ね、この市勢だよりのそういう行事にするために1世帯当たりというのは加入している自治会の会員1世帯に当たり460円460円年間ですね460円の助成金が 死から下されているわけなんですに、ね。例えば、200世帯やった場合にですと、この200世帯の一件当たりについて、460円、死生代よりを配布する、その労力ですね。そういうものにおいて、皆さんに、 市政依頼より配布するのに、市からそういう助成金が出されていることを、おそらくね、三分の二の市民はご存知ではないのではないかなと思うんですね。つまり、二十三万世帯の四百六十円、約一億円ですね。 550ある自治会に対して23万枚の市政頼りを配布する年間通してそのような助成金に1世帯当たり460円助成金と出されていた場合に23万世帯約1億円ですね。この1億円が どこに入るかというと、先ほど言いましたピラミッド型の自治協議会に、すべての自治会に行き渡るように配布されるわけなんですね。当然、自治会の銀行口座に世帯数の分だけが振り込まれるようになる。ね、ところがね これがまた面白いんですね。調べたら。今から20年ほど前に、ね、私が調べたときに、ね、役所の担当職員が、道村さん、ちょっと時間いただきませんかね、東大阪その時に、ね、確かに370ぐらいの20年ほど前ですから、370ぐらいの 自治会があったと思うんです、ね、私がその調査して興味があったもんですからどのようなね形式で補助金は一体どのくらい出ているのかな各自治会の会費は200円300円と決まっているのに他に何か助成金補助金があるはずだと調べたわけなんですに、ね、そうしたところその担当部署の担当者ね 知性代りの担当者がね、道村さん、ちょっと時間ください。東大阪全ての一覧表を作ってみますから、こう言われたんですね。さあ、そして半月ほど、まね、待っていたら連絡があって、できました。370ある自治会に対する助成金、補助金、その頃ね、 確か430円ぐらいだったと思うんですね。まあ20年のうちに30円上がったということに一件当たりに。そして各自治会の会長、そしてその地区地区で6自治会とか10自治会で一つの連合体作って連合会長が誰々、その自治会の会長からね、その地区の 何地区何地区の連合会の会長という形で、電話番号と名前と住所と、ちゃんと記載されていたわけなんですに、ね、そしてその自治会に世帯数が、自治会に加入している世帯数が何件あるからということで、そしてそれを通して、そこに430円、1世帯当たり、ここでね、また、 不思議なことが分かったわけなんですに、ね。どういうことかと言いますと、例えばね、その一つの自治会に、200世帯の人たちが、本当は、ね、250世帯ぐらいあるのに、50世帯は自治会に加入されていない。ね。 そのチクチクを当然役所はそれが分かっていますから世帯構成表というのがありますからねそのチクチクに世帯何世帯あるのか人口は何人なのかちゃんとねあるんですよ何丁目から何丁目ね何世帯で人口は何人というねそういうのが世帯構成表というのがあってねそれを見て調べていったら面白いこと というよりも、おかしなことが請求書として出されていることが分かったわけなんですね。20年ほど前なんですね。どういうことかと言いますと、200世帯あると。知事会に加入されている人たちが、この自分たちのこの地区の知事会には200世帯っある。しかし、世帯数は本当は230世帯、230、250世帯あるんですよと。 自治会に入っておられるのが二百世帯なんです。ね。本当ならば、この二百世帯に対して、自治会に入っておられない人たちには、会費も払われていませんから、当然、ね、市政代よりも議会代よりも、そのうちには届かない。しかし、それを役所は届けなければならない義務、責務があるわけなんですね。 それを業務に委託しているのが各自治会なんですね。その自治会に世帯数の分だけが金額が今は460円払い込まれるんですが、この申請するときにね、2割増し。さあ、つまり200件しか自治会に 加入されていないんですが、本当は先ほど言いましたね実は世帯数は250世帯あるんですよ。そのうちの200世帯しか自治会に加入されていないんですが、自治会から役所にその施設頼りの配布料金の助成金を請求するときにね、 二割増しで申請するということが分かってきたわけなんですね。さあ、つまり、200人しか、200世帯しか自治会に介入されていないのに、460円の助成金は、240世帯、40世帯分余分に請求するというんですね。さあ、 40世帯分460円、約2万円、ね、約2万円を毎月なりますね。その毎月なる中で、上半期、下半期で460円が配布されますから、半期ごとに、 230円ずつなんですね。230円、上半期、下半期で230円、年間460円。その460円を1億円、世帯数約1億円、これが自治協議会を通して自治会に配られるんですが、ここでまた おかしなことが行われているわけなんですに、ね。まず自治会の一部の会長役員しかこのようなことは知らないと思うんですが、自治協議会というのは、先ほど言いましたように、各自治会が集まって、10団体の自治会が集まって、協議会、ね、連合会というのを作って、その連合会長が、 月に一回、東大阪の18回の大会議で、大広間において会議を行うわけなんですに、ね、自治協議会を開催するわけなんですに、ね、その自治協議会という名目のところに、上半期、下半期に約170万円、 上半期に170万円、下半期に170万円。で、350万円、340万円から350万円、年間。この、市政代理の配布目的で、助成金として出されている1億円の中から、転引きされているわけなんですね。 その自治協議会に上半期で170万円、下半期で170何万円ですね。正確に覚えてないんですが、確か170何万円だったと思うんですね。年間にして350万円、370万円、60万円ほどが毎年、ね。この自治協議会に 天引きされている。そして残ったものを、この各自治会に振り分けて銀行へ振り込まれる。そして各自治会は、その市政だよりの助成金として、年間460円もらった分と、自治会費3600円ですねこれを足して、そして運営が 行われて、3月末になったらどこの知事会でも、ね、収支報告役員会を開いて、ね、そして必ず収支報告して会計監査、ね、そして誰が会計責任者に、ね、そして会長の犯行を出して実は、ね、今年1年間こういう業務を行ってそれに使った 例えばゲートボール、カラオケ大会、ね、そしてちょっとしたやん旅行、そういう分にこれほど使った、そして、慶長に、ね、お見舞いとか病、ね、病気見舞いとかにこれほど使いました、ねこのかね、コロナ感染の時にはいろんな催しができなかったので、その代わりに、ね、こういう記念品を贈呈しましたというのに使う。ね そして全部使いませんから、当電、貯金、ね、宅配ができていく。ここなんですね。この宅配が、長年、自治会の会長や、副会長、会計、ね、ずっと役員改正をやらずに、20年も30年もやっているところには、当然、不透明な、 金の出し入れれが行われる。しかし地元のことですから誰もそういうことをねおかしなことは起こっていても追及する者はいないねこそこそというね噂話ではしてもいやどうもねあの今の自治会おかしいでね会計は、ね、差し引きで ピタッと合っているがどうもこれ貯金が何でこんな少ないのかなね貯金があっても誰もそれをね一部の自治会員が見ようとはしませんからこういう中でねいろんなところでトラブルが発生してそういう解決も私がね 4, 4箇所5箇所ですかね 自治会の中に入って解決していたという経歴を私は持っているわけなんですに、ね、市民の身近でさえも政治絡みの助成金補助金このようなことが、ね、今本当に市民が注目しないと身近な自治会の中からもそのチク,チクによって おかしな不思議なことをやっている連中らが出てきる。それが表に出てきたときには、あっという間に大金がなくなっている。そういうときになったときに、その解決方法相談を受けるわけなんですね。いろんなところで問題が勃発する。そしてこの上に立つ、現在の東大阪の市役所の おかしな、不思議な、変な入札。ね。今日は、知事会について、その広報誌、市政だよなんかの方法を皆さんにお伝えしましたが、明日は、直近に起こった、この知事協議会を通して配布される、市政だよりの入札のからくり、完成談合を、証拠処理をもって、 皆さんにこうしてまいりましょうね。それではまた明日、この姿勢だよりの完成談を皆さんにこうしてまいります。こんばんは、このようにて、失礼します。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。